東村明子とねじ組きららのみもったもないと。この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みにみもったもなくお答えする相談解決番組となっております。はい、よろしくお願いします。あ、これ先生覚えてますか、あのみもったのキャッチコピーを考えようってやつ、うん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 、聞きました。起きた、やった。誰から来たの、これはですね、誰だろう、初めての方かな、ラジオネームよっぺいさん。よっぺいじゃねえかよ読みますね。皆さん、おはこんばんみもです。おはこんばんみも、いつもありがとう、よっぺい、ね、ありがたいですね。先日みもふたのサブタイトルを考えてみようと、キララさんの大人の駄菓子屋は個人的には意外とピンときたのですが、私も考えました、東村明子と二次組キララの身も蓋もないと、悩みの隙間を蓋します。天才だな、いい、ね、こいつはマジで。すげえ、よっぺ、いい、ね。悩みの隙間を蓋します。めっちゃいいね。すごくない、ちょっとパクリというか、フィーチャーしたというか、アウトですかね。セーフ、セーフ。ね、ラスト、夜の帳に笑いの光を、東村明子と二次組キララの身も蓋もないと。まあ、正統派。アンコール。でもアンコールしてないけど。東村明子と二次組キララの身も蓋もないと、蓋して候。ああ、いいね。とかですかね。めっちゃいいやん。これしてソーロー、これはアンチックのお二人に被いてもらう、喋ってもらいたいですね。最近信頼花のケージ売ってるので、それの影響です。いつもの草案ですが、何か参考にしてみていただければと思います。っていうので、ちょっとじゃあ、しこさんに言ってもらう。ふたしてソーロー、ソーローいいな。これどっちもいいな。はい。東村明子と、にじぐみきららの、にもったもないと。ふたしてソーロー。いいなぁ。ごめんね。でも、悩みの隙間を蓋します。まあ、いいなぁ、まあ。内容的には、悩みの隙間を蓋しますが、なんか、身も蓋もない言葉でこう、ね。僕の服装みたいな感じで、悩みの隙間を蓋しますみたいな。いいかもね。いや、さすがやっぱりさんだな。もう一個来てますよ。キャッチコピー、ラジオネームおねんね大使さん、36歳メス豚の方です、ありがとうございます。あきこ先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんばんみも。こんばんみも。初みもです。あ、初おねんね大使、確かに聞いたことないです、ね、うん、ね、第228回で呼びかけがあったみもふたのキャッチコピー、3つ考えてみました、まずは時代の狭間の秘密基地。あー、いいね、硬派な感じ。次に時代の狭間の、もう時代っていうか、もう、もう、世界の狭間だけどな、ここは。そうですね。業界の狭間だな。次は癒し系かな。悩みはすっきり笑ってほどける心の戦闘ラジオ。おねんね大使、ちょっと、まさみ脳細胞ちょっと脳の中にない。大丈夫。最後もそう。令和の赤ちょうちんラジオ。全然。シティな感じはないんだね。赤調子ですね。だから悩んでるみたいなね。ああ、へいらっしゃいみたいな。のれんくくって、悩んでる、へい、悩んでるみたいな。また思いついたら送らせてください。いいですね、以下感想、去年からどっぷりハマり、何回も聞きながら更新を待っていました、ありがとうございます。その間、人並みに悲しいこともあったのですが、もし本気で辛くなったら先生に相談すればいいんだと思うことにして、ひとまず身も蓋で話が出ていた本を読んだり、先生の漫画を読んだり、東村プロの皆さんのインスタや YouTube を見たり、先生式のチキン南蛮やロッキーさん式のカレーを作って食べたりしているうちに、しみじみと楽しくなってきて、なんだか乗り切れました。ありがとうございます。まあ、よかったです。はい、再会嬉しいです。これさ、いろいろいただいたやつをさ、今後毎回さ、あ、いい、やっていく、ランダムに変えて読んでもいいかもしれないよ。確かに。結構良くない？はい。じゃあちょっと3回からちょっとやってみようか。ありがとう。ありがとうございます。ロッキーのカレーって何？ロッキーさん式のカレーってどうせ普通のカレーでしょ？違うの？ね、別に普通のカレーじゃない。なんかね、覚えてない。YouTube でやったの？ロッキーの。Twitter とかで言っただけかな。なんかすりおろしてた。リンゴとか。まあ、後でまた聞くわ。ちょっと忘れちゃったな。はい。食べるだけだからね。作ってる過程見てない。ロッキーが料理担当だもんね。はい。料理と、あと、洗濯と、お掃除の担当。全部だね。はい。ありがとうございました。はい、ちょっと読んでいきましょう。はい。ね、お悩みですね、
ラジオネーム、豆吉豆子さん大好きさん。ありがとうございます。41歳メス豚の方です。41歳メス豚、うん、OK。東村あきこ先生、虹組きららさん、芸人の皆さん、初耳です。初耳も、初めて嬉しいですね。うん、嬉しい。あきこ先生の相談者さんに対する回答が、いつも自分では思いもつかない、うん、ハッとするものばかりで、うん、大変参考になると、楽しく聞かせていただいています。うん、ありがとうございます。いえいえ。早速お悩みなのですが、うん、私には10歳になるオス子豚がいます、うんうんうん。この子がゲームが大好きすぎて、うん、イライラしてしまう自分に困っています、うんうん。このご時世、この年頃の男の子はみんなゲーム好きで当たり前だとは思うのですが、うん、私の育った時は、うん、親がゲームなんて悪みたいな考え方だったため、うん、私はほとんどやったことがなく、うん、それに近い考え方で育ってしまいました、うん、普段家でやってる時はだいたい学校から帰ってすぐゲームをして、うん、頃合いを見てそろそろやめなよと言えば、うん、寝るまでに4時間くらいでやめます、うんうん、ただ先日夏休みで旅行に行った時行きの車の中も旅館についてもゲームをやっていて、うん、せっかく旅行に来たんだからちょっとやめなさい、うん、と怒るとあちらもやだと言ってきて大喧嘩になりました、うんうん、せっかくの旅行なのに高いお金を払ってくるのに、うん、楽しく過ごしたいだけなのにと泣きそうになってしまいました、うんうん、ゲームをするなとは言いません、うん、そんなことは無理だしゲーム好きのキララさんがおっとり素敵な女性になっているのも事実ですし、うん、ありがとうございます。ただどうしても私は好きになれないのです。肌に合わないのです、うん、画面に向かって死ねーと叫んでる子豚にも恐れおののいています、うんうん、私のゲームとの付き合い方をどうしたらいいか身も蓋もないアドバイスをいただきたいです。お忙しい東村先生、お体はご自愛ください。これはもう深刻ですよね、うん、うちもそうだったんでわかりますよ、うんうん、これね、禁止すればうん、ダメよって言えば言うほどやりたくなっちゃうしね、子供ってね。そうね、そう、ね。私もね、ほんと悩みましたね、うん。息子が小学生の時とか、うん、4年生ぐらいまでは、本当に葛藤しましたね、私も。だ、もう、終わったな、こいつって思ってた。4年生ぐらい、もう積んだな、この子と。もうゲームばっかりやってて、人生積んだわと。うん、これはもう、うん、確定だと、うん。引きこもり確定だと。こっからまくれないと、人生。うん。うん、思ってたんですけど、まあ大丈夫だったんで、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど。オンラインゲームだからね、うん、引きこもってないから、まず世界に飛び出してる。うん、でも私もまあほんと、悩んでたけどね、うん、もう、どうしようもないよね。はっきり言うよ。どうしようもないよ。うん、止めらんないし、うん、なんていうの？その、止めらんないなって思った瞬間がある、うん、私も。これは無理だと。うん、もう時代だと思ったんだけど、うんうん、ゲーム機器を取り上げたとして、よく私たち子供の時ファミコン親がさ、取り上げて隠したりとかしてたじゃん。私されてたんだけど、うんうん、押し入れに隠されたりとかしてて、うんね、で、泣きながら、もうやりませんみたいな感じ。コンセント抜かれたりね。もう今の子ね、もう取り上げてもね、友達が持ってくる。うん、友達がスイッチ持ってくる。うん、持ってきてって言って。うん、あの、息子が、うん。ママに隠されちゃったからさ、持ってきてくんない？オッケーって、うん。もう、最悪、もうしまいにゃ、もう家のテレビ抱えて持ってきた。モニターまで。家の液晶テレビ抱えて持ってきた。イタヤ君が抱えて持ってきた。で、モニターまで持ってきた。モニターいらんやろ。私じゃ、だから、私も映画見たいから、ここの、メインのリビングのテレビでゲームしないでって言って、モニター抱えてきた。まあ、それで禁止しようと思って。うん、うん。そ近所の友達がテレビ抱えてきた。もう普通に、そこそこでかいインチのやつ。すげえな。山田電機から来たのかなみたいな感じで。その時にもうダメだこりゃと。うん。もう友達がみんなやってんだもん。うん、もうどうしようもないわと思って、もうね、あとはね、うん、もう小学校高学年から、高3まで、うん。うん、好き放題やらせました、うん、ゲーム、うん。で、今大学生になって、やってないです、うん。うん。やっぱそうなんだね。飽きたらしい、うん。うん。すごい。どうなの？ゲーム肯定派のキララちゃん。私、うちはまあ好きなだけゲームしていい家庭、うん。ご飯食べながらゲームしてもいいぐらいの家庭だったから。うん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 、でも、まあ飽きなかったけど、うんうん。ただ、私の時代は、旅行に持っていけないから、ファミコンだから。うんうん、そうね、そうだよね。そうそう。そう。だから、持ってたとしてもゲームウォッチとかだから。うんうんうん、そうだよね、うん。だからね、結局、違うからね、時代が。うんうんうん、難しいよね。旅行に持っていかれるのは嫌だよね。うん。うん。
ただ、ゲーム好きとして言わせてもらえば、ゲームを上回る旅行をプレゼンしてくれよと。結局ゲームの方が楽しいんだから、多分ね、ほら、立派な滝よ、これ見とかんと、とか、よりはゲームの方が楽しいってことでしょ？あのね、だから、10歳でしょ？旅行が別にの楽しさって分かんないわけじゃん。分かんないね。私たちも子供の時親とさ、旅行行くじゃん。天草とか行くじゃん。天草の良さ分からんから、その時は。坂とか言われてもね。そうそうそう。でもさ、大人な、まあ、年取るとだんだんさ、分かるんだけどさ、旅行がまず、おもんないんだよ、子供にとってね。だから、でもさ、親としては子供と思い出作りたいから行きたいよね。そうだね。やっぱ旅行の時は、ゲームを持っていかないっていう約束をして、一応やっぱ約束を守る教育もしないといけないから、旅行の時は持っていかない。この約束を守らない限りゲームはさせませんって、まあ言っていいと思うけどね。そうね。それは言ってもいい。うんうん、ある程度のルールは作んないと、ね。うちも喧嘩しまくってたよ、そのゲームに息子がハマってた時は。私最終的に何回も言ってるけど、iPad 風呂に沈めたからね。何回も言ってるけど。風呂にぶん投げ、風呂の残り湯にぶん投げたからね。沈んでいく間に、ビッ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 。沈んでいく間しばらく画像そのままずーっと出て、何回もこの話してるけど、ずっと出てて、え、水に強いって思ったら、そのうちビビッビビッビビビってなんか、じゃぎり出して画面が、スーって真っ黒になって、で、なんか、デジタルの死みたいな、なんか、現代アートみたいになって、もうほんと気がしましたよ。そうね。でもお友達もみんなやってるからゲームやんな、だってさ、ゲームやんなきゃやんないで学校で話題に乗り遅れて、さ、なんとなくさ、乗り合わなくなってきて、なんかさ、ゲーム禁止の子って乗り合わなかったじゃん。私もファミコンすごいやってて、親ももう諦めてさ、やらせてもらってたからさ、学校でさ、ゲーム禁止の子っているじゃん。いるいる。乗り合わないじゃん。なんか。それはそれですっごい傷つくと思うよ。そうなのね。僕はゲーム禁止させられてて、あのソフトできないから、あの暴力的なソフトできないからってなると、その学校で受けるショックっていうか、傷つきと、どっちを取るかだよね。でちなみに、その、お母様がこのゲームが肌に合わないのも、私もまあ割とそうだから、わかるんですけど、まあ、一応、ホリエモンとかは、結局ゲーム禁止されなかった奴らが今の時代勝ってるってよく言ってるじゃん。そうなんだ。いろんなインタビューで言ってるよね。ゲーム禁止されなかった人たちが、要するに、こんなデジタルな時代になって、勝ってるんだよ、結局。で、ゲーム禁止されてた人たちって負け組だ、というよくの、よう言ってるわ、あの人たち。うんうん、その、あの人たちからしたらね、そうなの。でも確かに、私の同級生とかでも、なんか情報強者になって仕事うまくいったりとか、すごい活躍してる人って、すげえゲームやってる子たちだったなって思うよ、なんか。まあ確かに私もメタバースでいろんな人と知り合うもんね、なんかどっかの監督とか、外国の声優さんとか。ちなみにうちの息子も、結局高校生の時ゲームでオンラインで、韓国にいっぱいオンライン友達ができて、それで、俺、韓国語勉強しようって言って、韓国語ペロッと覚えて、ゲームもあって。で、それで韓国のその大学に留学して、今はもうゲームそんなやってないけど、だから、オンラインだから、世界が広がるという面もある。しかし、過剰にゲームの環境をこっちがサービスで整えてあげる必要まではないかなと。確かに。確かにそうね。あのね、禁止すればするほど、どんどんのめり込んでいって、ドーパミン出るから、子供って。で、例えば、私の知ってる人だと、高校まで禁止でしたと、ゲームが。禁止で、大学で一人暮らしになった瞬間、もうずっとゲーム、大学入って。で、留年、うわーで、もう退学、わけわからん、人生積んだって子もいる。うわやっと禁止されてたゲームができるってなっちゃう、大学で。ね、そうなるよね。なるよ。みんながやってんだもん、ほどほどに規制しながら付き合っていくしかない。それがもう子育てだから。子育てとはね、自分の苦手なことを突きつけられることって書いてあったよ。そうなんだ。
あ、本当そうだ、うん。自分が苦手としている、自分が大嫌いなものを問答無用に突きつけられるのが子育てだから。乗り切るしかないね、それでね。じゃあ、なんとかね、その、うん、旅行の時だけはダメよっていう、いい言い方って、なんかありますか？Wi-Fi がねえとこに旅行に行けばいいんだ。あ、なるほどね。山奥とか。確かに。そうもんね。うん。どうあがいてもできない、うん。なるほど。あ、それいいね。うん。さすが。じゃ、ちょっとお言葉いこっか。うん。妹たまないお言葉、お願いします。いいよー。もうキャンプに行きましょう。ゲームしてる暇もないぐらい、焚き火拾ってこいとか、ほら、マイクラみたいでしょ。マイクラみたいに火集めてきて、ほら、マイクラの動きで行けばいいじゃん。ガシャンガシャンみたいな。あ、いいね。マイクラ現実版だよとかなんとか。まだ10歳だから。うんね、そうね。僕の夏休みみたいに、ほら、牛がいるよとか言ってね。そうそうそう。ほら、動物の森みたいにみかんがなってるよって。あ、いいね。いいかも。10歳だったらまだいけるね。うん、さあ、次ですね。次はですね、愚痴が来ました。愚痴ですね。愚痴。はい。愚痴っていう。愚痴が、ジャンル。ジャンル愚痴です、ね。お便りジャンル愚痴。はい。ラジオネーム、南條かやさん。30代、メス豚の方です。うん先生、お久しぶりです。お久しぶり。愚痴を聞いてくれるということで、早速お便りしました。前回ね、好みのタイプは東村明子という男性を好きになったのをきっかけに、先生の漫画を読み始めた南條です。今は銀太郎を読みながら着物にハマっています。そして、例の彼とは、つかず離れずの関係が続いています。友達以上、恋人未満のような距離で仲良くなりましたが、明子先生のファンが過ぎて、正直今はちょっと引いています。このモヤモヤはどうにかならないでしょうか。趣味に打ち込む男性は好きなのですが、特に推し活するでもなく、淡々とファンなのは微妙にモヤっとします。何か良い感じの気の持ち方を教えてもらえたら嬉しいです。という。もうやめればこの人。もういいでしょう。もうええでしょ。やめる。もうええでしょ。この男。もういつまでもこんな、ね、その、こんなアラフィフのおばはんに、そんなハマってね。もうええでしょ。でもやっと友達以上恋人未満って。もっといい男いるでしょ。でもせっかくね、南條さん、かやさんもね、漫画を銀太郎とかハマってるんだったら、いいよ、いいよ。もう他にいないの男の人。もう30代でしょそっか。見つけないと、自分のことをお姫様扱いしてくれる男を。姫様扱いしてくれる男の人は大事。人生一回だよ。もうしょぼくてもいいから、自分のことをお姫様扱いして自分を一番に思って自分のためにさ、夜中コンビニさ、全力ダッシュする男をさ、見つけないとさ、楽しくないよ、人生。いいよ、はい、私見つけました。そうでしょ、コンビニもマヨネーズ取ってだけでも冷蔵庫にもう、血相を変えて冷蔵庫に取りに行くじゃん。血相か。そのかもしれない。もう、居酒屋です、なんかウィンナー盛り合わせ出てきた時も、ロッキーがもう血相変えて、細かく切ってキララに食べさせてさ、かわいそうって思って、キララウィンナーフォークで刺して食うこともせんのやと思ったわ。すげえ音速で切り始めてさ。キララはありがとうもなく、それをなんかすごい普通だからね。エリザベス女王一世みたいな目で、こないだのエリザベス女王じゃないよ。一世だからね。一世の目で見てたからね。まあね。そう、なんか、トイレに立つために一回私は頭撫でてから戻ってきたりするからね。本当？何それ？手拭きですか？一回よしよしして、トイレに行って、また手洗ってよしよし。だからちょっと僕いなくなるよ、と。ちょっと、このトイレに行ってる時間、キララちゃんがティッシュを取ってだろ、なんだろってなる間、僕、貸し付けないけど、ごめんね、ちょっと、リラ、ちょっと席を外しますっていうトントンだと思う。多分そうでしょ。ね、そうか。絶対で、昼までもうめちゃくちゃ寝てたら、急に耳元で、なんか、起こした悪いかなって感じのささやきで、ケンタッキー食べる。じゃあ食べるって。じゃあ頼むね。睡眠欲と食欲とどっちも、どっちも一応なんか確保した状態でない質問。そういう人見つけないと、しかも友達以上恋人未満でしょ、仲良くはなれたけど、あなたに、かやさんに夢中って感じではないってことでしょ、まあね。
特に推し活するでもなく、淡々とファンなのは微妙に迷ってしまう。うん、どうせ好きならもっと、もっとファンになれる。ファンにこうね、ライブとかに来て、あ、先生どうも、みたいな、ファンですとかじゃない。ないっていうのが、ね、静かになんか、ファンなのか。怖いっていうか。そうか、逆にね。俺も怖えよ。もはや。明るくライブに来て、お先生、ライブの写真くださいぐらいだったらいいけど、遠くからじっとって見られたら、俺だって怖えわ。じゃあちょっと南條かやさん、あきこ先生が俺だって怖えわって言ってたって言ってね。それでもならなかったら、もう別の人を、ちょっと探すのがいいですかね。同時進行で別の人探した方がいいよ。同時進行ってのが。何年も使うようなもんじゃないよ、こんな。あるよ、他にも。まあ、ありがたいですよね、アプリ。好みのタイプは東村明子さん、ね。ありがたいんですけど、はい、うん。さあ、番組では皆さんのお便りを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス、みもふた .r@gmail.com です。採用された方にはステッカーをプレゼントいたします。谷尾くんの自己肯定感アップコーナー、イエーイ。はい、自己肯定感が高い谷尾くんですね。はい、よろしくお願いします。谷尾くんです。フェデックもよろしくお願いします。はい、はい、とですね、今日は谷尾くんから先生に相談があってやってまいりました。うん、あの先生はやっぱり K-POP のアイドルさんとか、いろんな方のことを知ってるじゃないですか。男性アイドルね。谷尾くん今悩んでるのが、メンズメイク、メンズメイクのやり方が全然わからないんですよ。どこまでやったらいいのかとかってこと？そうですそうです。順番はどういう風に塗ったらいいかとか、そう、それをね、ちょっと一から先生に教えてほしくって。でも谷尾くん肌さ、綺麗になったよね、最初うち来た時。はい、ありがとうございます。そうなんです。なんか、身も二人前にも話しましたよね。なんか、肌が荒れてるから、みんな、なんか谷尾くんにいいものをあげて、みたいな。なんかパサパサしてたもんね、最初ね。そう。乾燥っていうか、ちょっとパサついてたけど、治ってきたんやろ。そうです。だそれ先生にもね、前なんでしたっけ、ヒルロイドでしたっけ。ヒルロイド。そうそう。あとね、それこそ、あの、おすぶたの方とかから、谷尾くんこんなの使ったのどうですかって差し入れていただいたりとか。え、何をもらったの？なんだっけな、なんかでもクリーム。みたいな。あ、違う。クリームもそうだし、なんかビタミン剤みたいなのをいただいて。すごい優しい。そう、優しい方。ジャンガリアンヨシくんさん、ありがとうございます。何が、その、下地が分かんないとかってことなの？そう、下地が、どれが下地で、で、どれが何 BB クリームで、みたいな。うちのさ、息子さ、45分ぐらいメンズメイクしてから出かけるよ。やっぱ。45分ま、私が、はい、行くよって言ってから、ちょっと、ちょっとごめんって言って、そっからすごい長いよ。かなりやってる。でも見た感じは自然だけど。すごい。へえ、もう何種類も持ってるんですか？いっぱい。だから、韓国行った時とか、その、コスメショップとかに行くと、めちゃめちゃ細かく選んで買ってる。へえ。でもみんなそうみたい、割と男の子でも。へえ、うん。その、色綺麗にしてる子は。色の違いとかわかるんですか、それ？もう薄いピンクとか、もう薄いピンクのアイシャドウとかチークとか、もうほんとわかんないぐらいの。ですよね。うん。並んでても全然わかんないですよ。うん、この色とこの色の違いみたいなの。そうね。まず、その、谷尾くんは、まず、はい。可愛い系の、はい。芸人で行くって意味での、はい。メイクってことでしょ、はい、そうです。その、普通な感じっていうよりも、ちょっとラブリーめにするってことでしょ、うん、そう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 。可愛い系男子に寄せるというか。うん。白くする気はないの？え、白くですか？うん。え、色地黒なの？え、全然地黒じゃないですよ。え、黒くね？え、黒くない。え、やめてください。おめえ地黒だぞ？え、黒くない。本当に、え、白いです。え、めちゃくちゃ白いねってよく言われるもん。誰に、全然白くないよね。白くない。嘘。あんた地黒だよ。違う、今日は塗ってるからです。じゃあ塗ってるんだこれ。塗って黒くしてるの？塗って黒くなっちゃってるだけ。そう？もっと。ワントーン、ツートーンぐらい明るいやつ。でも私があげたファンデーションだよね。そう。これ今ね、カメラじゃないわ。マイクの前に置いてますけど。先生からいただいたメイク道具です。うん、韓国のファンデーションです。そうそうそう。これまだ使ってますよ。それ今塗ってるの？今日塗ってます、これ。黒いんだけど。あん
ってまず自分がジグロって意識持った方がいいよ。ジグロですか僕。黒いよ。黒くバード君の横に見てごらん。バード君と手羽小原子並べてから見てごらん。手羽小原子。手を並べてみてごらん。伝わらないんだ、手羽小原子って並べて。え、でもそんな変わんないでしょ。変わんないわね。うん、変わんない。じゃあ分かった。谷尾君顔だけジグロだわ。顔ジグロ顔じ、顔じ、赤黒いです。うん、赤黒い。石子が横から来て、赤黒いって指さして。赤黒くないですよ。赤みがある。わかった。赤みがあるんだよ、顔に。赤みはね、確かにあります。だから赤みを、赤みを消さないとダメなんだよ。あります、だから、赤みを消すために、はい、あんたには、私が今から言うことは理解できないと思う。けど言うね。私の言うこと理解できんと思うけど言うね。理解します?グリーンのメイクベースってのがあるんですよ。グリーン下地。うんうんうん。薄い緑色のメイク下地があるんですよ。はいはい、赤みがある人はそのグリーンを最初に塗るんですよ。グリーン。グリーンの下地があるんですよ。わかる?そのミントグリーンみたいな色の下地が売ってるんだよ、世の中には。見たことないですよ、そんなの。売ってんだ、売ってんだ。アマゾンでググれば出るよ。アマゾンでググれば、スマホないからないけど。グリーンのがあんだよ、世の中には。どこのメーカーも出してるよ。で、そのグリーンをまず、ドンキとかで買うんだよ。で、顔と首にそのグリーンをまず一回塗るんだよ、バーっと。へぇ。その上に肌色のファンで塗ると赤みが、要するに私の言ってることあなたに全然わかんないと思うけど、今のところ全然わかんない。グリーンと、なんでタメ口なんだよ。グリーンと赤っていうのは、補色って言って、うん、はいはいはい。中学校の時美術で、色のさ、ああ、あった、あった。相関図みたいな。円グラフみたいなグリーン、あの、色の円が、うんうん、習ったでしょ。習いました。あの時に、うん、こう、対極にある色を補色って言うんですよ。へぇ。で、赤の補色は緑とか。へぇ。あるんですよ。紫の補色は黄緑とか、その。で、それはもう殺し合うんですよ。へぇ。極端と混ぜると黒くなるんですよ。ほう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 。とか、グレーになるんですよ。死ぬんですよ、色が、うん。赤緑って言葉ないでしょ?あ、ない、ない。隣り合う色を混ぜると黄緑だったり、青緑だったり、紫だったりってなるんですけど、っていう話なんですよ。だからその、一回グリーンで、グリーン赤みを消して、ほうで、肌色のファンデを塗るっていうのをやってみてください。グリーン、ちなみに、コバヒロも自分のことメイクうまいって思ってるけど、あいつも色黒いからな。あいつもジグロだから。だから、二人でメイクちょっと練習しなさい、その。だからあいつもグリーンのベース塗った方がいいと思う。グリーン、確かに出てきましたね、いっぱい。グリーンのメイク。お、しかも、多分、谷尾くんの塗り方、はいはい。前なんかの時に谷尾くんがメイクしてるの横からじーって見てたんだけど、ほうほうほう。そう、ライブの時裏で。はいはいはい。少ない、ファンデの量が。少ない、うん、もうもっと歯磨き粉ぐらい、ぶじゃーって乗せて、叩いて広げないと、少なすぎ、量。これ今日も結構塗ったつもりで来たんですよ。塗りすぎと思って。もうぜ、もっと塗っていい。もうね、層を作るぐらい塗っていいんだよ、別に。あ、そうなんですか、うん、うん。薄いんだよ、透けてんだよ。ジグロが透けてんだよ、うん。なるほど、うん。で、ガンガン塗って、で、その、なんていうの。目の周りとかどうすんの?目の周り。目の周り、うん、そう、結構コンプレックスなんですよ。だから目の周りがさ、ちょっとさ、そう、クマがね、地方ローカルニュース番組のお天気キャスターみたいな感じじゃん?なんか目の周りが。なんか、どういうことですか?そういう人、そういう人がいたんだよ。宮崎のローカルで。目の周りが黒ずんでるお天気アナウンサーがいたんだよ。私が OL してるとき。今日午後から雨って言ってましたよって、あいつが言っとったかみたいな感じの人がいたんですよ。知らないです。その人に似てるんですよ。全然知らない。誰ですか一体。だから言ってんじゃねえか、お天気キャスターの人。いや、わかんない。名前わかんないから。うぐるようもないし。目の周りは、その、なんていうの、はい、コンシーラーって言って、さらに明るい肌色。コンシーラー、ね、肌色っていうかもうなんか白みたいな。白のコンシーラー。白っていうかもう白っぽい肌色みたいなのを塗るんだよ、目の。あんた、はいはいはい。
なんでここが目の周りが黒ずんでるか意識してください。その、全部理由を考えて。理由。理由？これ理由は何ですか？ものの道理を考えんとダメ。それはみんなにも言えること。みんなね、表層的なことしか考えてない、うちの芸人は。ほうほうほう。原因をもっと構造的なことを考えて生きていかないとダメってこと。へー。頭蓋骨想像してください。はい。頭蓋骨って、ドクロってここに大きい黒い穴が目のところにありますよね。ありますよね。はい。空洞ですよね。眼球を入れる部分が。はい、あそこが黒いんですよ、影になって。わ、うんうん、かります言ってること。だから、あの、ドクロの丸い黒い部分のところに、明るい色を塗って、その影をごまかすってことをしないと、あなたは頭蓋骨の、あの、空洞の部分が、なんていうのに、寄ってんだよ、目が。くぼんでんの。なるほど。彫りが深いってことですか。だから、平安時代彫りの、まあ、彫りが深いっていうか、目が奥まってんのよ。ほう。わかる？言ってること。で、まさみさんは、奥まってないでしょ目が。だから目の周り白いでしょ。あ、確かに、本当だ。だからそれは、もう、なんか、構造的な生まれつきな、その、やつがあるわけ。だから、平安時代の顔みたいな、のっぺりした顔の人ってずっとここ白いじゃん。はい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 。まあ、彫りが深いって言えば深いんだけど、だから、そういう、ドクロから意識して、ここをね、目の周りを明るくして、で、まぶたにピンクとか、オレンジとかの、前に出てくる色を乗せて、前に出てくる色。前に、色ってのはアンミカみたいなこと言って、奥に行く色と前に出てくる色ってのがあるんですよ。わかりませんかね、それ。前に出てくる色？グレーを顔塗ったら影に見えて痩せて見えるでしょ。あ、確かに。王さんのモノマネする人みたいな。そうそうそう。あ、そうなんですか。知ってるよ、その人。で、ピンクとかオレンジとかをほっぺたのけると ふっくらして見えるでしょ。はいはいはい。そういうこと。わかるかも。うん。だから君は目の周りをふっくらさせるために一回白くして、その骸骨の目のとこを一回白でリセットした後に、オレンジとかピンクとかで前に出てくる色を乗せればいいんだけどね。へぇー。まあ、さあ、わからんやろうな。うん、理解した。一回だから目、一回メイク講座を前、レッピーに、レッピーなんかね、一回はうちで徹夜スパルタメイク講座やってから、すごい可愛くなったじゃんね。へぇー。あの時もレッピーが塗るたんび、私、ヘレン・ケラーのサリバン先生みたいに手ビシッてやっちゃう。違う違う怖いな。もう一回コバヒロと、レッピーもう一回忘れかけてるから、あいつ。うんうんうん、レッピーとコバヒロとタニオくんでメイク講座をやらんというか、マジで。コバヒロくんももうだいぶ年取ってきてるから、もうやらんというか、メイク。なるほど。先生、それ気づってました、うん、私は気づいてるよ。あいつはね、人間っていうのは鏡を見た時って、はい、脳が補正するんだって。うん、自動補正して、フィルターかかったように、美しくっていうか、綺麗に見えるように人間。だからさ、みんなよくあるでしょ？いつも見てる自分の鏡の顔って結構イケてるなって思うじゃない？はいはいはい。思わない？うん、思います。でもさ、誰かがファって撮った写真見たとき、あれってなる。めっちゃ思う。あれってやっぱ脳の補正がすごい、働くらしくって、要するに歪みとかも補正されちゃうんだって、鏡を見ると。だから、小林くん多分、気づいてないと思う。アプリの、修正で、あまりに取りすぎて、うん、もうアプリの状態で見えちゃってるんですよ、彼は。だから、それが脳の補正で、しかもスマホに引っ張られて、あれが自分の顔だって思い込んでるから、鏡に映った時もそういう風に見えてるんだと思う。へぇー、怖っ。本人いないから言いますけど、うん、そうなんですよ。そうでしょ。私はもう、小林はだいぶ、ちょっと、歳が肌年齢だいぶ上がってきたぞって思ったから、ぼちぼちちゃんとメイクをね、せんといかんなと思って。先生、僕、バードフミヤなんですけど、頬がめちゃこけてるの嫌なんですけど、ここはじゃあピンクを入れた方がいい。ピンクっていうか白っぽいファンでここに塗って、ほっぺたのかげってるところに明るいのを塗って、だから、ドラッグクイーンの人とかがやってるじゃん。
ドラッグクイーンの人は、メイクの時にドラッグクイーンのメイク動画とかを TikTok で見るとわかるけど、頬骨の下をまず真っ白に塗るところから、逆デーモンみたいな感じで塗るところから始めるよ。へ、それをやればいい。一回正規マ2にするってことですね。一回逆正規マ2にして、そうそうそう。あ、そうか、白にこの辺を黒くする。そうそう。逆正規マ2。一回やりましょう、メイク講座を、ね。これちょっとやりたいです、ぜひぜひ、うん。やりましょう。もう決めてください、日程を。決めましょう、ちょっと。みんなでね、うん、ちょっとやんないと。フェイスラインにお願いします。はい。小葉広が心配だ、うん。東村プロダクションでみんなでメイク動画、うん、メイク講座やりましょう。やりましょう。はい。いや、有意義な時間になりました。以上、谷尾くんの相談コーナーでした。あ、じゃあ自己肯定感アップコーナーでした。はい、バイバーイ。エンディングでーす。はい、どうもー。バードフミヤです。キハヤトです。いやー、それにしても、キッサ。え、すごかったねー。6月のフォーエバーヤング単独コントライブね。これ何月に撮ってんのこれ。はすごかったねー。いやいや、もう9月、いやいや、9月を終わり。これ今10月に話してんでしょ。いやー、盛り上がったよね。アーカイブかなと思っちゃうから。あの、聞いてる人。盛り上がったね。そんな人いない ?6 月の話を今もする。いや、本当にやっぱそのコントだけでやりきるっていうところにやっぱストロングさがあったよね。なんでやめないのこいつ。ちょっとやめていいよ、もう。いや、もう時は流れ。第2回よね。そうそうそう、あの、決まりましたんで。第2回、12月13日。あ、1213! そうです、そうです。1213はびっくりするようなところでもないですけども。はい。やります。歌舞伎町スパークルでやること決まりましたので。そうですね。やりましょうや。しかも今回は。はい。配信あり。配信ありね。配信も入れる予定です。うん。はい、どうやって入れるかはね、全然考えてない、ね。全く考えてないです。うん。これあれですよね。やっぱ我々人員少ないですから。うん。やっぱそのカメラ担当なんて置けないじゃないですか。置けない。ってことはもう、あれです。定点ですね。定点カメラ定点街中に設置してるよね。定点カメラって。遠い。遠いし。遠いとこからね。定点カメラですかね。ありますけれどもね。なんかアップにしたりとかはさすがにないかな。それはもう、おのおのの指でやっていただきたい。できるならね。やっていただきたいですね。はい。で、今回ね、はい、うちのね、キキララさんがね。キララさんね。あ、サンリオのキャラの方になる？いや逆。それ、俺が言うやつだから。その、キララさんね、うちの。キララさんね。あなたが言ってんだから、うん、ごめんね、間違えした。うん、この間ね、グループラインでね、うん、キスさんが、うん、明日キララさんがって打ったのを、うん、俺マジで普通にアスカキララさんだと思って、びっくりしたっていうね。知り合いなのってね。唐突なセクシー女優がね、元セクシー女優。キララさんがね、先ほどまでお話ししてた。キララさんが、このエンディングにも、お便り募集したよ、つって。言ってくれてね。そうなんですね。公式赤からね。そしたら、何枚かいただきまして。早いですね。募集してすぐですね。ありがた。ありがたいですね。1個目ちょっと読みましょうかね。今日1つ。はい。来週また1つという感じでね。なるほど。ちょっといただいたやつを読んでいきましょう。はい、いただいた、まず、ミモフタネームって呼んでんだっけ？ラジオネームって呼んでる。普通で大丈夫です。ラジオネーム、ピチッコリさん。メス豚の方ですね。はい。ピチコリ、多分造語ですよね。ないですよね、こんな。わからないです。もしかしたら我々がポケモンとかに無知なだけかもしれない。確かに。ポケモン1000匹いるらしいですからね、今も。あんまラジオネーム引っ張んないけどね。すいません。はい、ピチコリですと。はい。ツッコミ、カッコキッシさんと、はい、ボケ、カッコバードさんの明確なエンディング、いつも楽しみにしていますと。しっかり分かれているのがいいねってことですかね。確かに。なんか、そう言われると嫌だね。恥ずかしい。恥ずかしいね。バズさん、キッシさんは、はい、一生結婚しない方たちと認識していますが。どういうことだよ、お前。どういうことだよ。どうなってんだよ、おい。するよな。うん。まあまあ、ちょ、聞いてみましょう。女芸人や、いつも自分を笑わせてくれる女性などをどう思われますか？どんな方が現れたら結婚するだろうと考えておられますかという結婚観の話ですかね。で逆に要は僕たちは、うん、その一応笑わせる、うん人々を笑顔にすることを生きがいにしている職業なわけじゃないですか。まあ、そうね。お笑い芸人を最上級な言い方をするとそうなりますね。そうですね。うん、の女あ女性の女性は、皆さんから見たらどうですかとかいう質問ですかね。うん
一生結婚しないと認識されてんだ。なあ、めちゃくちゃするよ。何度も。それは変よ。感覚が変よ、それは。何度でも何度でも結婚をするよーだよ。いやー、ドリカムドリカムですよ。もうあまりにも買いすぎてあれでしたけども。いやいやいや。え、どう思います？この女性芸人。自分を笑わせてくれる女性。あー、そうね。笑わせてくれるとかは、その、いいですけど、女性芸人っていうことに関しては、やっぱり女性芸人って、やっぱこの自分が上行くために、なりふり構わないじゃないですか、やっぱり。はい。だからその、僕ね、はい、この人生の上での自分の教訓みたいなのがあって、はい、その、ベッドの上の出来事は墓場まで持っていくっていう、僕の人生の、うん、モテ王のあれだけどね、エピソードだからたまに、はい、なんか外で話すやついるじゃないですか。まあまあ確かにね。この間一緒になった女がさ、あるあるある、ね。めっちゃ嫌いなんですよ、若い時からそれが。はいはいはい、そういう人が。全部持っていきたいんですよ、墓場まで。確かにあなたはそういう話はあんまり。しないでしょ。なんか他の芸人さんがしてても入ってるイメージはないですね。その、なんか、なんなら違う話題を振ったりとか、うん、どっか遊びに行ったりとかしたのとか、うんうんうん、なんか食べたのとか、うん、そういう方にも質問で変えたりとかするぐらい、うん、人が話してもやめさせるぐらいな感じなんで、はいはいはい、私はそれ言わないんですよ、絶対に。うんうんうん、でも、女芸人さんって、そのチャンスがあったら言うでしょ？言うで、言うね。笑いの方優先しますね。優先して、うん、で、バードフミヤさんがこうで、みたいな、うん。俺、自分のも言われるの嫌だし。なるほど。うん。あー、なるほどね。だから、そうね。だから、お笑い芸人、女芸人は、ちょっと嫌だなって気持ちがあります。それだ、それの。うん。あれで。だから、女芸人の方と、まあ、お付き合いなり、そういったご結婚って方は、うん、まあ、そこを、その先にある、うん、その、ちゃんとした女性の部分をちゃんと見てるという。そうね。うん。そこまで行きつけないってことだよね。だから、うん、その手前でもう邪魔しちゃうっていうか。うんうんうん、僕はでも、その、ま、女性芸人しかり、は普通のその、笑わせてくれる女性もそうですけど、はい、はい。やっぱ、気質がツッコミじゃないですか。気質。気質が。ああ。騎士に、つ名字の騎士に、つそうです。皆さん一回ペンで書いてみてください。あるんですけど、はい、やっぱボケてくれるというか、まあ、天然とか、はいはいはい、そっち系の方がなんかその僕がやっぱ生き生きする。ああ、うん、突っ込むんですか？その付き合ってる女性とかでも、付き合ってる女性でも、うん、そういう瞬間があれば、うん、突っ込みはありますけど、この間は別にあれですよ、普通の飲み会。飲み会でもないです。食事会ぐらいの。食事会の時に、うん、まあある女性がこう、虫がこう、はいはいはい、ちょっと飛んでたんで、はい、ファッて、こう、やったんですよ。グデで、うん、パーからグーに変える動きで捕まえるみたいな。うんうん、はいはいはい、うん。いや、入ってねえじゃないかって。あ、思わずやっぱ言ってた。ゆっくり開いたらね。ゆっくり開いて、入ってねえじゃないかって、思わず突っ込んじゃったんですけど、なんかそういうのが自然にやっぱこう、できる人の方がいいのかなっていうふうには、思いますね。うん、結構ね、それに関してはどっちでもいいというか。いや、でも、嫌でしょ。あんまりボケられるの。突っ込まれる方がいいって、まあ言ってたじゃん。でも僕は、その、もしボケてくるんなら、突っ込みに回りますよ。状況において。なんでオールラウンダーみたいな言い方しやがった。いいでしょうよ、うん。別に。まあそこに関してはボケ突っ込みに、あれはないということですね。うん、そうですね。あと、寛容な方がいいですけどね。僕は、その、おちゃらけるんで、人生において。まあまあ確かに。はい、そういうことに、いちいち、いや、やめてよ、みたいな。ならない。ならない方が、いいかな。だからもう、どんな方が現れて結婚するんだろうっていうのは、そういう方ってことでいいですね、じゃあ。寛容な女性。寛容、植物とかにつくやつよく見るってこと何分話したいんだよ、この話題。何分いや、そうね。僕はでもこの前もこのラジオかな言ったと思いますけど、趣味男なんですよ。人生趣味男というか、なんか趣味をずっと持ち続けてるというか、それが今続いてるので、今バレーボールとか日向坂46ライブ見に行くとかやってるじゃないですか。こういうのが、こういうのを否定されないのが僕はお好きにどうぞみたいな人がいいんで、まあだからその野球とかね、その、日向坂、うん、バレーボール、うん。この辺が好きで、絶世の美女だったらどんな方でもいいかな。絶世の美女ついちゃった。どうもありがとうございましたじゃないんだよ。明確
バカ野郎。明確でした。まあでも趣味に対しては、寛容であってほしい、はい、そうですね。まあ、でもだから同じ趣味っていうのはやっぱりね、そこは派生しやすいですから。そうですね。その辺から見つけていただけ、私はどんな方が現れたら結婚するんだろうかな。うん。これでね、もう、バシッと言って、エンディング今日はもうお休みなさいで行きましょうや。じゃあ、キスさんの、求める、結婚してもいいよっていう、女性像まで、3、2、1。いや、もうそれは笑顔が絶えない、絶世の美女と。わかるー！なんだこいつ！突っ込んで終われよ、バカ。だって分かったんだもん。我も。はい、というわけで今週はこの辺でね、このエンディングまで最後まで聞いてくれた方、どうもありがとうございました。はい。ああ、引き続きお便り募集しておりますので、我々に聞きたいこと、はい、質問相談などぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。この時間のお相手は、バード梅宿、ヒラリトでした。おやすみなさい。